はようございます。おはようございます。パーソナリティの垣山武弘です。ナビゲーターの小林静香です。モノコプレゼンツファイヤーサイドチャット、今週も始まりました。今日はですね、早速なんですけれども、はい、あのコーナー、あのコーナー新年早々あのコーナー、新年早々あのコーナーいいですね、はいはい、耳で楽しむモノコブランドストーリーをお届けしたいと思います。パチ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 今日初めて聞く方もいらっしゃるかもしれないので、はいはい、どういったコーナー、あのコーナーって何って思ってるかもしれないですよね、はいはい、どういうコーナーかといいますと、普段モノコさんの編集チーム、まあ、ウェブでねいつも記事を書いていらっしゃいますけれども、いろんな商品の魅力をストーリーで言葉で目で読める形でお届けしてくださっているんですけれども、それをこのモノコラジオでは耳で聞いたらどんなストーリーなのかというのをリスナーの方と一緒に楽しむコーナーです、はい、で、はい、でですよ、うん、垣山さんは今日の商品か何かを知っていらっしゃって、はい、お題の出題者という感じ、はい、決めましたよ、はいはい、で私や今聞いてくださっているリスナーの皆さん、一体どんな商品のストーリーが来るか知りませんよね、はい、なのでまず主題だけ教えていただいて、はい、その主題をもとにどんな商品かなって一緒に考えて、でそれを推理した上で回答編、答えとしてその本文のストーリーを私がナレーションで届けさせていただくというコーナーになっております、はい、さあもうね、毎週金曜日編集会議でもう吸ったもんだよってね、うん、魂を込めたこのまあ主題って呼んでますけど、ストーリーをね、お披露目させていただきたいと思います。はい、はい、じゃあちゃんちゃん今日のお願いします。いきます。ええー、なあ料理で作る心の余裕今もう一回お願いします、はい、ええー、なあ料理で作る心の余裕。おお、いきなりなんか関西弁で入ってできた感じでどぎもを抜かれたんですが、ねえ、ええなあ、ええなあ、ええなあ、合ってる、イントネーション合ってるかな、まあいいか、ええなあ、ええなあ、料理で作る心の余裕、もう可愛い主題ですよね。いいっすよね、これ僕すごい好きなんですよね。よく考えたなと思って、まあヒントはだからええなあですよね。あ、そうなんだ。だから関西弁とか関西口調を、うん、まあ、いいですよねっていうことをあえて使っているっていうことですよね。そこにヒントがあるのか、うん、これは多分ね、僕もあそうきたかって最初聞いた時思いまして、もちろん大元しですよね。そうですね、そうですね、ですよね、はい、お料理に関わるもので、でもなんかこう心の余裕が生まれるようなもの、うん、なんだろう、料理をしている時に心の余裕が生まれないのはなんかこう手順が分かんなくてごちゃごちゃしたりする確かに確かにあとレシピとかをいちいち見ないといけないけど、うん、見ないといけないけど、あれだよね、スマホが消えちゃった、またスマホあなんかパン粉いっぱいでとかって、なんか手が油でベタベタなのに触りたくないとか、そうそうそう、はい、そっちのね、うん、お作法の方ではなくて、ではない、ないない、もっとなんか芯となるもの、本当にツールって感じですか。いや、もっと言うと味覚、味の素、言っちゃってんの、なんか、わかんないです、味の素、あ、味の素そうじゃないですね味の素、いや、なんだろう、ね、調味料、あ、うん、半分ピンポン、半分ピンポン、うん、まあわかんないから、そこから、あ、いいや、ピンポンピンポン、ピンポンピンポン、調味料でもそうです、はい、何の調味料かはじゃあストーリーね、多分わかんないですもんね、はい、そう、はい、あ、じゃあ今日は調味料ということで、はい、はい、お願いします、はい、お願いします、ありがとうございます、はい、はい、最初はなんか調理器具かと思って、なんか ね、それっぽい、ツイッターとか、モノコさんのツイッターとか見てるとこうね、なんか魅力的な調理器具ちょいちょい出てくる、モノコが調味料売ってるって印象まだないですね。そうですね、そうですね、これはもう惚れちゃったんですよ。ちょっと今、はい、そのストーリーを下読みさせてもらいますね、はい、はい、うん、うん、うん、これどっちで読んだらいいのかな、白だし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 でいいですか、はい、うん、うん、七福なんだ、そう、七福、七
七福。まあそれっぽく、ひち。ちょっとしゃくりや語で。ひち。私から回答編ということで、この商品のストーリーをご紹介したいと思います。はい。ええー、なあ、料理で作る心の余裕。料理は好きなのに仕事が忙しすぎてできないしんどい人は多いんじゃないでしょうか。本物の白だしを使ってください。料理の手間が驚くほどシンプルに。なのに野菜も肉も魚も今までより深い味わいへ。七福醸造の元祖料亭白だし。名前の通り、1978年日本で初めて作られた白だしです。京料理に欠かせない白醤油にこだわりのだし汁を加えた黄金比が料理の味を一発で決めます。日本で唯一のオーガニック白醤油に鹿児島枕崎産の本枯れ節、素材を選び抜いた本物の白だしです。化学調味料、商品添加物は一切使っていません。まずはかけるだけでどうぞ。卵かけご飯、冷ややっこ、野菜炒め、刺身、ゆで豚に白だしを一さじ。あ、おいしい。思わずほ。白醤油にだしの効いた澄んだ味わい、それでいて野菜も肉も魚も素材の味がちゃんと生きている。素材にこだわった本物の白だしだからこそ野菜一つだってごちそうに。料理の手間はぐんと減るのに舌もお腹も大満足。京都を中心に主に料理屋や旅館向けに白醤油を作っていた七福醸造へ、たくさんの茶碗蒸しを作るのに出汁を引いて冷ましていたら間に合わない、白醤油に出汁汁を加えた調味料が欲しいと、あるホテルの料理長から要望があったことが白出汁開発のきっかけでした。その美味しさ、手軽さは京都や関西の料理人たちに広まって、今日私たちにも届くようになりました。プロの料理人もええー、なーとうなずく元祖料亭白だし、あなたの料理の手間も味もガラリと変えてくれます。苦手だった毎日の料理が心から好きになれる元祖料亭白だしは、あなたの暮らしにゆとりをもたらしてくれます。ええー、なおいしそう。いやこれもう何回も吹いちゃいそうだった。何ですか。私の変な関西イントネーションですか。いや面白かったですね。美味しそうだし面白そう。美味しそうだし。だって一時あれですよ、旅館の料理長 の、うん、あのキャラクターになりきってました。ちょっとね、ここ関西弁にしたいなって思いつつ、ちょっと私も九州人なんでね、はい、本物の関西弁が喋れなくて残念なところですけど、うん、ねなんか。そうなんですよ。間に合わへん。間に合わへん。間に合わへん。だし引いて冷ましとったら間に合わへんがな。さすが。生まれた。さすが。生まれた白だしなんですね。だからいいな、なんだ。うん、難しい。ね。怒られちゃった。これ難しい。難しいけどこれも、まあ、あえてね。このコーナーにふさわしい。うん、いやー、僕はだから1985年生まれなんですけど。白だしってもうなんかずっと昔からあると僕は思ってたんですけど、1978年この七福さんが名古屋で愛知作ったというのが発祥らしくって、私子供の頃そんなに白だしって家になかった気がするんですよね、うんうん、そう、うん、今はまあ少し普及はしてきてますけど、まだね白だし知らない人も多くて、今はねあの我が家には欠かせないもので必ずあります。ですよね。ね、うんうんうん、もともとだから料亭とか日本食の割烹とかでもやっぱり
醤油どこどこ入れちゃうと全部同じ色になっちゃうから、うんね、味が、うんね、もう醤油味になっちゃいますしね。そうなんで綺麗、その食材の見た目と美味しさをそのまま、うん、その色形で出すために白醤油ってから開発して、白醤油っていうのがそもそもあるんです ね、うん、ね、彼らが開発しないか、もともと江戸時代からあるんですけど、そこに白だしというか、だしを入れた状態でこの白だしができたっていうストーリーがなんか面白いなと思って。ですね、白だしプラスこだわりのだしか、僕利尻島の利尻昆布大好きなんですけど、はい、もうそのままカミカミできちゃうくらい、はい、あとね、大分県のどんこと、はい、まあ、愛知県は有名ですけど三河本みりん、はい、これあとはさっきお伝えしていただいた枕崎のかつお節、うんうん、これを全部使って、はい、もうこれだけしか使ってない。そうなんだ、添加物一切使ってなくて、で、あの、まあ、添加物がね、まあ、悪いってわけじゃないんですけど、結局その今までって商流的にも彼らはスーパーマーケットさんで売るのにはやはり長期的に売らなきゃいけないから、うん、添加物を入れてたっていう話ですけど、保存料とかね、ですけど、まあ、特に保存料が大きいから、うん、なんだけど、まあ、実はアミノ酸とか添加物が入ってないものあるよってご案内いただいて、はい、ね、4種類ぐらい僕たち試飲させてもらったんですよ。試飲、だしの、まあ、白だしそのまま飲むんだけど、はい、いやもう最後にこれ飲んでよかった、もう圧倒的に違う。てかこれもうほんとそのままどぼどぼいって飲めるくらい、飲めるぐらい、全然しょっぱくなくて、これもうなんていうのかな、ほんと美味しいんですよ。で、あ、これはちょっとまあスーパーさんで売ってらっしゃる白だしと比べたらちょっと高いかもしれないけど、うん、これはもう本物だからやってみようっていうことで、まあ、やり始めたところ、まあ、今すごい、まあ、反響をいただいてました。もうね、はい、今口の中がおだし飲みたくてしょうがない。あ、本当そういう感じなんですよ。飲みたい。だからこれマジで白だし入れてお湯入れて割ってもらっただけでも全然いけますし、うん、そこにお味噌汁、お味噌溶いたらもうお味噌汁になっちゃう、うん、だしパックいらない、そのまま飲みたいですか。うん、それもいけます、ね、はい、おつゆとしてね、はい、わ、すごいんですよ。飲んでみたいうち卵かけご飯、はいはい、私もすごく大好きで、うん、海外から帰ってきて実家で何食べたいって、日本帰ってきて何食べたいって言われた時に卵かけご飯って言ったぐらい卵かけご飯が大好きなんですけどTKG って言った、はい、で、いや、海外だとね、卵があんまり新鮮ではないので、うんうんうん、生で食べられないですよね。確かに日本ならではなんですけど、卵かけご飯って、うん、でそこに今まではやっぱり白だしを知る前はお醤油をかけて食べてましたが、うんうん、白だしの存在を知ってからは、うんうん、絶対白だしなんですよ。いいですよね、うん、食べたい僕奈良漬けすごい好きなんで、卵かけご飯の中に奈良漬け突っ込んで食べるのめっちゃ好き。それも美味しそうだな、やってみよう。てかこれダメですね、これ話したらもうお腹空いてきちゃう。お腹空いてきちゃいますねすごい、そうなんですよ。で、そう、白だしって面白いなと思って、うん、まあ、販売させていただいたんですけど、何が一番面白かったかというと、編集を担当した高木が、はい、まあこれあんま言ってもあれなのかわからないけど、私本当に料理嫌いってこう編集会議でも、もう大きな声で言ってるよ、断言してたんですね、はい、うん、一番モノコで古い編集者なんですけど、うん、本当にあんま好きじゃなくて、うん、今までの食とかグルメとかキッチン系のアイテムがあった時に真っ先に手を挙げてやらないんですよ。やらないだけど、まあ、僕がほら先週もお話しさせてもらったけど、うん、まあ、苦手意識は良くないだろうみたいな話もしたから分かんないけど、うん、やっぱすごいさすが編集者で向き合ってくるようになったら、うん、もうひたすらその食とかを、まあ、頑張ってこう編集してるわけですね。書きますと、はい、でその高木がですよ、うん、なんかもう1時間弱とかで撮影で使うこの食材たちお料理を急しなくらい作って、うん、ちゃちゃっと料理してパパッと作って、めっちゃおいしそうなんですよ。僕ちょっと食べてないですけど、うん、なんかホタテを焼いて、うん、でそこにもうジョボジョボってかけてて、うん、もうパクみたいな、はあおいしそうみたいな
だからこのストーリーになったんですね、うん、料理が好きじゃなくても苦手でもこの白だしが助けてくれるよっていう、そうなんです、そのメッセージをね、あのビシバシ感じました、ね、あさすがビシバシ感じた、そうというのが、まあ、私も実は料理好きじゃない、あ、本当？あ、そうなんですか。苦手なんですよ。あ、はい、意外意外。そうなんだ。そうなんですよ。あんまり料理してなくって。いや、ぜひそういう方にもね、はい、これは本当すごい万能ツールでございますよ。うん、なかなかな、今日やたら響きました、このストーリー。それは嬉しいな。すごいでしょ、これ、うん。これあったら本当助かるんだろうなって思いましたもんね。はい、卵かけご飯もいいですし、例えば、まあ、蒸し器にキャベツと豚肉入れちゃって蒸して、まあ、もうちょっとあれかな、大根おろし吸って食べてもいいかな、うん、そこにこうジョボジョボってかけて食べるだけで、はい、もうほんとね、ジョボジョボで OK、 全然しょっぱくない、ちょろちょろじゃなくて、ね、あ、ちょっともうグワーっていっちゃって OK、 それぐらいあのすごくお上品な薄味 で、はいはい、とか、あとはあの僕焼き浸し結構好きなんですけど、うん、焼き浸しはもう本当にこれ入れてちょっと入れて煮るだけでもうできちゃいますから、ひたすらできちゃいます、できちゃうできちゃう、ナスとか美味しいですよ、ね、うん、料理好きな人は好きな人なりのなんか違った使い方もありそうですね、うん、そうですね、それこそ茶碗蒸し作ったりとか、そうですね、ね、ちょっとこう、うん、自分なりの煮物に、ね、アレンジしたりとか、はい、うん、本当にだから焼きうどんとか、まあ、下味がいい感じに全部ベースが揃っちゃうから、いや本当に、いや本当日本人でよかったなって感じるような、そういう調味料ですよね、いいですね、はい、本当に私がいかに料理しないかがバレてしまったんですけど聞いてないよ、うどん、大丈夫、うどんを、はいはい、あの茹でるじゃないですか、うんうん、普通にかけうどん、酢うどん、はいはいはい、に白だしかけただけでも、うん、めちゃくちゃごちそうなんですよねわかる気がする、それにもいけそうだなと思って、はい、いけますいけます、ね、はい、ほんとお腹空いてきちゃいました。で極めつきはですね、うん、卵、たま、ひらがいかな、新鮮な卵を目玉焼きにして、うん、なんとそこにこの白だしをかけるんですよ。目玉焼きに白だし、そう、で、まあちょっと今横で首振ってますけど、めちゃくちゃうなずいてる、はい、広報担当の古賀、古賀さんがめっちゃうなずいてます、はい、彼女めっちゃハマっちゃって毎朝これ食ってるとか聞いたんですけど、目玉焼きに毎朝じゃないか、でもね僕それで聞いてはまさかって思ったんですよ。で僕もそれをうちの奥さんに伝えたら、一品ちょっと足りないなって日に、うん、たまたま平飼いの卵買ったから、うん、やってみようってなったら、これはめちゃくちゃ美味しくて、つまめる、いやもうお酒も進んじゃう、目玉焼きがなんと豪華なつまみに、はい、だから本当にあのいい食材をそのままなんていうかな、より引き立てるような、うん、高めてくれる、高めてくれるような、そういう相棒みたいなやつなんですよ。これはもう人生豊かになること間違いないですね、うん、そう、だから目玉焼きが一番分かりやすいストーリーだなと思って、 だって新鮮な卵をねそのまま食べれば美味しいけど、そうなんですよ。そうで、うん、っていうストーリーでございました。はい。もうちょっとまだまだ聞きたいところですが、うん、むしろ早く食べたいっていう感じなので、そうですね。はい、そうですね。今日はちょっともうこの後皆さんぜひモノコさんのサイトでね見てみてください。はい。はい、ということで、うん、今日は美味しそうな耳から楽しむ。耳で楽しむモノコブランドストーリーをお届けいたしました。はい、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。ご感想などね、メールやインスタグラムとかツイッターなどでの、メッセージでもお寄せいただけたらと思います。今週もありがとうございました。ありがとうございました。この番組はあなたらしい生き方を提案するお買い物サイトモノコがお送りしました。 YouTube やポッドキャストでも再放送しております。ツイッター、インスタグラムからチェックしてみてください。それではまた来週。お相手はパーソナリティ柿山武宏とナビゲーター古賀静香でした。ありがとうございました。ありがとうございました。